それでは始めていきたいと思います。今日のガイダンスは、このタイトルですよね。ここですね。あれこちらかな。はい、ここだ。担当式試験まであと11ヶ月、2年目からの学習計画という形でお話をさせていただきたいと思います。先週ですね、ちょうど担当式試験が終わりまして、約1週間ですかね、経ったわけですけども、どう過ごしているかという点ですね。あと、来年担当式試験考えてしまうならば、通常通りならばあと12ヶ月ないんですよね、切ってしまったということになりますので、これから何をやってどうするかというところでしょうね。卓越ね、特に卓越が良くなかったという方いらっしゃるかと思うんですね。あるいは、これ聞いている方はどういう方かちょっと分かりませんけども、担当一を受かって、昨日そういう方が多かったんですね。で、個別面談来られて、担当受かって論文解いたことがないって方いらっしゃるわけですよ。で、あと1ヶ月ぐらいでどうすれば論文式試験受かるかという方もいらっしゃいましたね。もう大体もうやることは決まってるんですね。正直言うとあんまりたくさん討論とか講座がとっても成果はないのかもしれませんね。やるべきことも決まってるんで、そこをいかにやるかっていうところになるでしょうね。で、一番今日中心なのは担当式試験受かっていない方ですね。で、特に何年もやっていて受からないという方もいらっしゃいますので、どうやったらいいのかなということになるかと思います。で、通常担当式試験ってどのくらいで受かるんでしょうかね。このレジュメに従ってちょっと見ていこうかなと思ってるんですけど、ここに書いてある通りね、通常平均的に必要な学習量と勉強時間と書いてありまして、これ論文まで含めてですね、含めるとだいたい3から4年が平均ですかね。今ね、3から4年ですね。僕らの頃はだいたい僕の時は 5.2 か 5.3 が平均だったので、5、6年ですかね。僕の頃九死だったんで、いわゆる免除もなくて選択もあったという時代なので、そのくらいってことになるでしょうけど、今3年から4年で、通常受かると思うんですよ。で、特に担当式試験はそうだな、真面目にやって2年経って受からないんだったら何か問題があるんですよ、やり方に。それは本当だと思いますね。僕は3年間受かりませんでした、卓越ね。で、やっぱやり方が良くなかったんでしょうね。皆さん何をやってるのかと思うけどね、僕も一応最終的には3000時間ぐらいやりました。それは最終的にはっていうところなんだけど、担当受かるために、1500から当時は2000ぐらいやりましたかね、時間としては。で1年目まず受けに行ったっていうだけですね。1年目はね、受けに行って一応場面だけ見てきて帰ってきたっていう感じですね。で、50点満点で多分20いったかいかないかっていうところですかね。ほぼ勉強していなかったので、それは仕方がないと思うんですね。で、次2年目ですね。で、2年目になって予備校に通い始めたんですね。当時の入門講座じゃないけど基礎講座って言ったかな、他校に行ってみたわけです。で、いわゆるデックもそうですけど、基礎テキストみたいなものを回して理解しっていうのがね、満期してたんでしょうね。で、担当の問題も一応解いてみて、とりあえず回してっていうところでしょうね。10年分はもうちゃんとやってました、当時から。でね、中には10年分を1回ぐらいしか回したことはないって人がいるかと思うんだけど、これは受からないと思いますよ、1回程度じゃ。やっぱし2回3回で回して、僕は2回3回回したんですけど、その年も僕は50点満点で多分24号だった記憶があります。あまり点数が上がってない感じですよね。で、3年目ですよね。で、普通3年経って受からないとまずいっていう感じがするわけですよ。で、また予備校に行ったんですね。行って担当の講座を取ったりとか、あるいは基礎講座同じでまた取ってやり始めたわけですよ。やり始めて解いたんですけど、そこもね、多分やったんですけど、僕は多分当時50点満点で、その時でも30点いかなかったですね。27、8、あまり成長してないっていう感じですね。で、見た瞬間解けるんですよ、過去問については。で、そういう方結構いません？見た瞬間、これ何問の何の足と似ていて、こうなるはずだって解くんですよ、似ていて。ただそれ多分ね、ずれてるんだと思うんですよ。僕もそうだったんだけど、見ていて、これこの問題と似てるなっていうのは分かるんですよ。で、こんな感じだったよなっていうところで解いてるんですけど、これだとね、多分当時50点満点でも27、8しかいかないので、今でも多分60点満点に換算したとしたって 1.2 倍だから30点いくかいかないかっていうところになるんでしょうかね。そこになるわけですよ。で、そこではやっぱ受からないと思ってたんですね。で、そこでもう一回やり直しをしたわけですよ。で、問題点何かって思ってやっぱ勉強したんですね。
ちょうど今ぐらいのところですよ。で、いろんな予備校にこう回りましたよね。で、いろんな予備校のところの講座を聞いて、どこに行ってもこれ受けろって言うんですよ、授業をね。で、間違っているわけではない。それは否定はしないので、行った方がいいと思うんですよ。ただ、自分が何が足りなくてっていうのは分からなくて行っても、多分得るものがないんですね、結果としては。で、そこで僕3ヶ月間ぐらいこうずっとこれ回ってましたね。で、何をやったらいいのかなと思っていまして、そこでもなかなか結論が分からなかったんですよ。なんでできないのかなと。だって10年目の問題については僕は30回ぐらい回した記憶があるんですよ、その時。そのくらいやってます？30回、多分やってないと思うんですよ。もうそれは量は絶対足りないのね。で、瞬間的に解けるようになったんですよ、30回やって。あとね、僕はローマが得意だって知るでしょ。こういうのは絶対ダメだから、担当すれば受かんないでしょ。論文得意だと言ったって話にはならないんですよ、まず。これはもうダメなのね。論文得意だと言ったら絶対担当受かるはずなんですよ。で、そこに得意ではないの、それは。特に今の論文だったら、担当が取れたら絶対受かるはずなんです。間違いなく。担当できなかったら受からないんですよ。それはもう間違いなくそうなの。となると、担当すれば受からないんだったら、これ根本的にもう少しやり直しをしないと、厳しいっていうのは本当のところでしょうね。で、僕もそれをずっと考えて3年ぐらいの時に回ってみたんですよ、いろいろとね。で、回ってみていろいろ聞いたんですよ。で、聞いてとりあえず量が少ないっていうことは言われなかったね。30回繰り返したので、やり方が足りないから条文の素読をしろと言われたんですよ。素読やってます？素読って、素読やって効果ってあります？僕それを聞きたいんだけど、素読の効果って5、6年かかってほぼ40、まあ、当時50点もあったり48ぐらい取れるような方がやると効果ってあるんですよ。じゃない方がやったとしたって単なる暗記なのね。これ素読ではない、そういうのって。素読っていうのは全部これ見ながら一つ一つ止まっていて、この言葉から何が派生するかって全部言えなきゃいけないんですよ。それが何だろうな、一つの文々から担当だったらこれは例外原則っていう、まあ、パターンが10パターンガーッと浮かぶんですよ、ガッと。で、さらに論文だったらこういう問題が出て、この時はこういう問題でこう解いたんだとかね、まあ、それは全部分かるようになって初めて届くって意味があったと思うんですよ。で、それがなくって僕はずっとその時もやってたんだよね、届くって。 PCT とかね、受理官庁とか指定官庁とか全部それは言葉にあります。で、やったんですけど、結果としてはあまりいい点数取れなかったんですね。で、本当に考えました。4年目になった時かな、4年目になった今だと思いますよ。5月のところでありまして、僕は3回連続で担当はダメだったんで、やめようかなと思いました、本当に。だって一応知財部だしょ、僕他の試験もやっていた経験があって、いや、法的な思考力があって、一応論文は得意と言われていたわけですよ。論文一応できたのだけど、論文できるというのはあまりなんだろうな、自慢にならないんだよね、担当すら通過しないと。まあ、当時は免除もないですから、担当受かってからじゃないと論文受けられませんので、まあ、受験生としてはダメって言われましたね、当時ね。厳しく言うとそういうことを言われたのね。で、考えましたよ、やめようかなっていうところね。やめてしまった方が楽なのかなと思ったんですけど、これ一言言っておきます、ね、この試験って大体3年ぐらいやるとやめれないんですよ。で、またやめてしまってもまたやりたくなるんですよ、それはね、他の試験で経験してるんで、よく経験済みです。やりたくなるんですよ、必ず。やりたくなって、ずっとそれがまた効果もずっといくので、あまり良くないのね。できれば受かるのが一番いいんですよ。で、どう受かるかっていうところね。で、本当に考えました。で、ちょうどその3年目終わって、今しがた、いろんなところを回って聞き始めたんですよ。聞いて聞いて、まあ、その人は素読はいいと言ったんで、素読をやったんだけど、僕は点数が上がりませんでした。一つも上がらない。それは基本ベースができていないからですね。これ暗記してるだけなんで、全然解けないんですよ。で、僕のやったのはいつも言ってるように問題から入りましたね。この手の、ね、試験って問題から入るのが一番いいんですよ。やってますかね、問題から入るって。この前ね、たまたま1年で受かった方数人、この前担当の時こうやる時に来た方がいらっしゃったのね。で、皆さんから聞いたんですよ。で、いろんな話をしてね、今こういうことを言ってる生徒がいるってことを言うと、いや、こういうことをやった方がいいんですよっていう人がたくさんいましたね。で、やっぱり問題から解くべきだって言ってるんですよ。問題から解いて自分の欠点ノートを作って、そこからちょっとね、処理をする方が早いって言うんですね。僕もそんな感じが今してるんですね、で、僕もそうだったんだよね。で、問題から僕入るようにしたんですよ、問題から。でも暗記ではダメです。で、僕さっき言ったでしょ、1、2、3回と3年間とずっと過去問中で10年分30回毎年回してました。30回です。10回ではない、30回です。
昔の僕の授業を聞いた人は絶対言ってると思いますよ。10回では少ないと、10年も30回やると僕は言ってると思うんですよ。僕は30回やったんですよ。で30回やったら金パッとも解けるようになったのね。で問題も時系列も見なくって、言われるとすぐ解けるんですよ、パッて。でも受からないのね、それって。受からなかったので、本当に考えましたよ。で一つ一つの足を皆さん分解して解いてますか。一番いいのは一問一答なんだけど、一問一答のいいとこ悪いとこがたくさんあるわけですよ。ただ最後は一問一答に限るのね。だけど僕は 5C の問題って一問一答的に解いてました。解いていて、一問一問をまず題って取りましたかね。題、これなぜこれ聞かれたかってことです。この問題はなぜ聞いたのかという問題ですね。例えばね、今年の問題でも一番あったんだけど、これたまたま授業で出たらそのまま出たんですけどね、権利を放棄したいと。権利を放棄するときに独占的通常実施権者に対しても承諾を取らなきゃいけないのかって確か問題が出たと思うんですよ。あれ審議答申に出たそのままなのね。あれ話したんですよ、論点という形で。でたまたまそれは出たんですけども、まあ今ね、権利を放棄するときに通常実施権者に承諾入れなくなったでしょ。訂正の審判もそうだよね。訂正性も正規もそうなんだけど、46条の2っていう条文があるじゃないですか。実用試案権から特許に変える。あれって変わっていないのね。で、なぜ変わっていないのかってこれ分かります?理由。書いてないと思うんですよ、どこにも。で、そういうの自分なりに全部構成し直したんですよ。理由。全部考えるようになったの。一つ一つ。で、自分なりの見解はあります。なんであれはそうなってるのかっていうところです。で、まず、問題の時に題を捉えて、題、なぜこの問題が出たのかってまず捉えるわけですよ。一つ一つやっていきましたね。一つ一つ。簡単でいいんです、書くのって。冗長に書いてもいけないので、簡単に書きました。簡単に書いて、そして、丸と×って決まってるじゃないですか、回答。丸なら丸に向かって、条文見てはいけません。条文で僕は解かないんです。これやってしまうと、どんなにやっても30、今9から40点でしょうね。そこ以上いかない。いかないんですよ。OL が聞かないから。条文に書いていないから、どうです、こうですと言ったって、今、2つぐらいの条文、これ、がっちゃりになっていて出てくるじゃないですか。解けないんですよ。どうだったかな。こんなの不明確に決まってるんですよ。できない人間、そこまでできないのね、暗記って。例えば、めちゃくちゃ若い方でって方はよくないかもしれないけど、若い方で無作為に暗記できるような方はいけるんですよ。でも僕も32ぐらいになって受かったとしたので、そこはちょっと難しかったんですね。無作為的に暗記をしようというのはできなかったんで、理屈を考え始めるようになったんですよ。で、他の試験ではこれを僕はやっていたんですよ。担当試験もそう、論文もそう、すべて考えながらやっていたんですよ。でもなぜかしらこの試験になってしまった瞬間、やめたんですね。教え方がそういう先生が多かったってことです、当時。多くて、ともかく暗記をしなさいとかね、条文に書いてあるからこうなります。間違いではない。で、間違いではないんだけど、やっぱ39から40ぐらいしかいかない、これ取り方なんですよ。でもしマークミスをすると絶対これ落ちるんですね。で、マークミスしません。で、僕ね、1問必ずする人だったんですよ。1問。必ず。なんでこんなことをやるのかなって、合格年も前の年もそうしました。なっちゃったんですね。担当受かってるんですよ。受かってるんだけど、当時50点満点で僕46か7ですよ。だから今だったら92点ぐらい。だから何点なのかな。60点満点だったら今3、56とかそのくらいいくんですかね。これは、まあまあでしょ、点数としては。で、それが4年目に来たんですよ。で、その前まで僕25ぐらいですから、そこから48ぐらい取れるようになったのね。その翌年は全く勉強せずですよ。無勉強で46ぐらい取って、そのまま受かっちゃったんで、まあ、それ一番いいと思うんですけど、ただその時のやり方はそういう感じですね。まず問題点を見て、題捉えて、そして子供でなぜ聞いたかって解いて、そして、趣旨から僕は解くようにしたんです。当然こうなりますと。丸、まず。で、簡単に理由書くんです。簡単に書くんです。で、今の論文でこれでいけちゃうんだよね。簡単に理由書けません?今の論文って。昔みたいに冗長に書いて文章流してっていうところじゃないんですよ。簡単に書くと。これを繰り返したんですね。繰り返していて、最後だけ条文で見るんですよ。皆さん違うんじゃないのかな。まず条文から見て、こうなってるからこうって勉強するはずなんですよ。ただこれは解けないね。39から上はいかないんですよ。なかなか40点とかぐらいしかいかない。受かればいいんだけど、受からないとずっといっちゃうんですね。僕もそうだったのね。で、それをやって3ヶ月か4ヶ月ですかね。ある時ね、パッと開かれたんですね。あ、これ分かったと思ったのね、全てね。今までやっていたのが、これ全て無駄だったと思ったのね。膨大なレジュメの暗記、あるいは要件の暗記、これ全てもうできていると、頭の中にね。それ書いてあるもの一生懸命僕は読んでただけだったんですよ。
で、担当の問題もそう、繰り返してるだけであって、単なるも何だろうな、パターンを覚えてるだけなのね。で、パターンを覚えるの必要です。だけどそこだけだったらやっぱ解けないんだね、今の試験ってね。どう見ても昔もそう、解けなかったんですよ。で、そこで、立ち返って趣旨から解けるようになって、気づいたら、もう明確にこれつながったっていう時期が来たんですね。これが4年目のちょうど8月か9月ですね。ここからですよね、受験生活がうまくいったっていうのはね、全て分かりましたね。つながるんですよ、特許と実用試験、衣装と条約と全部で、何やっても解けるんですよ。分かんないまでがないのね。そんな状況になったのね。選択科目も全部つながったの。当時僕は経営訴と行政法と憲法を取ってましたけど、まあ、3科目だったんで取っていて、それも全部つながって、あ、一般公募から見たらこうとかああとかで分かるようになったんですよ。こうなると強いね、すごくね。で、あとね、これいろんな人に聞かれるんですけど、先生の授業は難しいと言われるのね。で、さらに一般法から理由を言うというね。で、民法をやる必要性があるかというと、僕はやる必要性はないと思ってるのね、今の段階では。やってしまったら潰れちゃうからです。でも知っちゃうとこれ結構簡単解けるんですよ。多分条文から入る方って一般法が分かっていないから入るんですよ。何条何項にこう書いてあると、そこでも一般法を見るならこれ当たり前ではないかってことは条文化されてるだけとか書いていないんですよ、細かい理屈って。例えばね、専用実験を設定した、この場合について、特許権者って通常試験に許諾はできますかって出てくるんじゃないですか。どこにも書いてないんですよ、これ。で、アホに今1行だけ書いてあって、できないって書いてあるわけですよ、できない。で、そこで普通終わるんだよね。じゃあなんでこれできないってことになってるんでしょうね。なぜ？これ一般法でしょ、全て。専業実施権は制限物件で有益物件ですって理解すれば簡単に解けるのね。いわゆる制限するわけですよ、所有権。まあ産業財産権であれば特許権を制限するってことになるわけですよ。で、どういう権能を制限するんですかというと、使用と収益っていう有益権能ですね、制限するので特許権者は使用ができない、実証しちゃったら専業実施権の侵害で、収益ができないからライセンスもできないと解くわけですよ。それ一般法に実は書いてあることなのね。で、これ分かると全て大体これ分かるようになるんですよ。本当はそこが一番いいんですけど、だから講義ならそれをつとに言ってますね。なぜそうなるかって言ってあるんです、ね、できれば授業と自分でやる家の勉強と授業って分けてもらいたいと思ってるんですよ。例えばね、定義、これって授業でずっと喋ったりするじゃないですか。これ必要性あります？僕はないと思ってる。読めば分かるでしょってなんですよ。大体の概要だけ喋ってしまって、あとは読めば分かることでしょと。これ一生懸命僕は説明したとしたって、何も響かないんですよ、それって。別に自分でできますよ、その勉強って。で、僕はできればそうじゃないところをこう教えたいし、聞きたいわけですよ。で、それが僕は4年目にこれ分かりましてね。で、たまたまそれがうまくいったのは、さらにそのようなことをやるようになって、ゼミに行ったんですよ。初めてゼミに行ったのね。それまでゼミってほとんど東連のミニ東連なんですよ。つまんねえなと思いました。だってそれ意味がないじゃないですか、それって言ったって、ゼミと言ったって。別に答案構成変えてくれって言うだけですよ。当時の試験なので簡単なことを書くだけですよ。どこにも時間として意味がないって思ったのね。だけどたまたま僕の言ったゼミはですよ、やっぱ昔の所長がやっていたゼミなのですが、ずっと当てるんですよね。なぜそうなるかって僕よくやってますよね。アロの応用版です。だから全て当てるんですよ。なぜそうなるか、ゆえなんですよ。で、それ全部答えないと終わらないんですよね。で、それが僕にはすごく合っていたのね。で、それに合うように自分で勉強し始めたわけですよ。趣旨から解くとか、あと一つの条文見て10個ぐらいパッと想定できないとダメなんですよ。10個ないしは20個想定できますかってことです。多分できないでしょう。一問一答で解いてるだけなんでダメなんですよ、そこって。となると多分39から40点しかいかないんだろうね、おそらくね。で、それを僕できるようになって、そのゼミを繰り返したら結果としては47とか7とか取れるようになったんで、まあ、かなり進歩ですね。27、8点から取ったってことですから、すごく進歩で、それだけずっとね、担当の勉強実はやっていたんです。4年目って論文の勉強全くやっていないです。でもその結果として論文の答例を受けると10番以内なんですよ。当時は全部順番出てたのね。で、公開答例のアップされるわけですよ。で、10位以内だったな、全ての答例について。10位以内とか、もっと上の時もありました。だからそれが全部論文にも影響したってことですね、僕はね。だから今は特に都民ですよ、担当さえできたらなんとかなるって僕いつも言ってる通りなるんですよ、今の試験って。すごくそういう感じがする。
昔と違う感じがするのね。で、ですね、今日配ったのあるんですけど、僕は3つ必要だと思ってるの。受かるために、受かるためには。1つは、知識。書いてある通りね、知識。ただ、知識って条文の知識ですってこの業界言うじゃない。間違いではない。間違いではないんだけど、条文から何が発生して、何がこれ問題となってどう解くのかっていうところね。これ持って初めて知識というんですよ。で、あと、解釈力だ、適力だ、この適応力と言ってるのは問題解決力です。問題解けるかっていう能力なのね。知識あっても問題解けなかったら、これは全く意味がないんですよ。できればこれ過去問中心にやってもらいたいのね。解釈力。で、皆さん見た瞬間とかさ、どのくらい解けるのかな、担当の問題って。過去問でもいいんですけど、何でもいいですけど、本試験の時って僕3時間だったんですね、当時ね。で、大体1時間半ぐらい解いていたので、50試、5試ね、全部。全部の試を見て解いてました。約 1.5 時間ぐらいです。早ければ1時間ぐらい解く時もあったんで、そのくらい瞬発力がやっぱないと解けないよね、担当式試験ってね。で、明確に切れるんですよ、足的に。あ、これが要件抜けてるとか、これがないとかって分かるんですよ。で、それも含めてそんな感じ。ってことになるのね。だからまず知識力って言ってるんだけど、これ知識力と言ってるのは条文から派生する応用論点とか1点から何点もこう何点も飛ぶってことができないといけないと思ってるんですよ、知識力。あと適応力っていうのがあるんだけど、適応力は問題解決力です。これは問題も解いていくしかないんですよ、解いていく。あと解釈力っていうのは、まあ、これ深く読んでいってどうだってね、まあ最近は出てこないけどね、ここね。で、これからねやるんですけど、皆さんどのくらい勉強するのかな。例えば担当ってどのくらいからやる予定ですか。今からスタートします、それとももうちょっとだってからやります、あるいは論文ってどうやって勉強します。初年度だったら、まあまず担当受けてってことになるじゃないですか。で、担当さえ受かっていい点取れれば、僕は一月やったら論文受かると思ってますよ、本当に。これは真面目な話、去年の方もそう、その前の方もそう、一月で受かってるので、やり方間違ったら受かります、一月で論文式試験で。そんなに簡単です。ただ担当が取れればっていう前提です。担当が取れて自分の知識で解ければっていう前提です。そこ行けばそのくらいでいけるってことです。じゃなかったらそうはいかないので、まず一番基準として分かりやすいのは担当で何点取れるかって、これ分かりやすいじゃないですか。論文ってある程度抽象的だよね、そうは言ったって。でも担当これ明確じゃないですか、何点取れるかってね。まあ、気をつけてもらいたいのは、少なくても毎日毎日やってもらいたいんですよ、択一の問題って。やってます、僕はやりましたよ。1日だいたい20問やってました。4年目ないしは3年目の後ぐらいになってからやってました。20問です。でも1時間で解くんです。それ以上かけてはいけません。まあ、それを繰り返すんです、20問で瞬間的に解けるまでやるんです、20問です、毎日毎日。だから 3日で1年分だよね、これ毎日繰り返すんですよ、毎日やってます、そのくらい。で、その後に勉強で始まるんです。今さっき言ったその1時間は勉強ではないんです、脳トレです、脳トレです。頭をこれ繰り返して動かせるようになってから勉強で始めるわけですよ。そこから本当の勉強、それまでは脳トレで繰り返すんですよ。で、できたら趣旨から解くんです。何条何項はこういう趣旨で、これからすればこの問題こうなるんで丸になりますって解くのね、一つ一つ。で、最後に条文見るんです、最後です、条文って。で、一番最初に条文見てはいけません。まだ1年もあるでしょ、1年あるんだったらそうやると思いますよ、自分だったら。もしないんだったら条文から、条文片っ端から暗記して解くってことをやるんですけど、まだ11ヶ月もあるじゃないですか、十分間に合いますよ。で、一応年内で終わらせるんですよ、それ。で、僕はそれをやりましたね。年内中に一応大体それ繰り返すと10年分大体 2,30 回回せるんですよ、やったのね。で、その後から論文でやりましたね、当時ね。全然間に合いました。で、そこまでもしできてるんだったら、おそらく論文解釈能力ってあるんですよ、間違いなく。で、じゃあね、と他に何をやるんでしょうね。担当はそれでいいですよ、繰り返してもらいたいっていうところですよ。繰り返す、毎日毎日繰り返すんですよ、20問です。それも1時間で解くんです、できたら1時間未満で解くんです。これを繰り返します。だったら瞬発力がめちゃくちゃ速くなります、残って。で、それも趣旨から解くんです、条文からではないです。条文は後につければいいので、それをやるんです。やりますよね。次やること、何やるかというと、次は論文の、レックで売ってる答案例ってあるじゃないですか、あれ今日ちょっと持ってこなかったんですけど、あそこの公表論点ってあるよね、
論文だったら、例えば産業上利用性とか新規性とか進歩性とか、今ちょうどね、僕2年目の講座で取ってるんですよ。取っていて、一番最初にそこの単元の論点しゃべっていて、じゃあ論文だったらこういうものしか出てきませんってずっとしゃべってるのね。で、見ると、これ今の試験ってもう明確なんですよ、出るところって。出るところって。判例については担当試験試験は絶対超えません。超えては出ません。難しい判例をやってもこれは無意味ですね、試験においては。論文では無意味です。出ません。出たら誰も解けないんで、ほっとけばいいです、そこはね。あと審査基準、これも出ません。これ分かります？なぜ出ないかって。今の試験って合格した後に修習ってあるじゃないですか。そこで多分実務修習ってやってるんですよ。だから審査基準も実務的な問題もそこでやるので必要性がないんですよ。昔は違うの。昔は一応実務をやってる方が受けるっていう試験だったのね、この試験って。だから実務修習もなかったんですよ。今とそんなに人数変わらないっていうか、僕が受かった頃120、30だったので、今199でしょ。変わらないんだけど、ただそこは多分違うんでしょうね。だから昔はある程度出るわけですよ。実務的な問題含めて、担当も含めて出たりするけど、今の試験は出てこないんですよ、そこって。実務的に見えてるんだけど解けるわけね。で、まずそこの論点について全部潰すんです。ただ産業上利用性について潰すだけじゃダメですよ。問題見て、その問題からどう聞いてるかっていうのを含めて全部潰すんです、そこ。で、できれば昨日の方も言ったんですけど、平成2018年から後ろのやつを全部潰してもらいたいですよ。平成18年です。それ前までの問題っていい問題なんですけど、旧市の傾向に近いんです、試験傾向としては。でも18年ぐらいから今の傾向にすごく近くなったのね、ロム式試験って。で、それについてまずその単元というか上がってますよね。レックの今のやつ大体7年分なので、一番古いのが25、6年ぐらいですかな。で、もっと古いものもありますよ。それも含めてずっと繰り返していって、少なくても18年ぐらいからさらってみるんですよ。と、大体もう出るもので決まってるって明確にこれ分かります。これしか出ないんだ。例えば昨日やったのが、あれだ、無効審判。で、無効審判って2つぐらいしか出てこないですよ、それ単独では。ね、1つは無効審判の留保中ね。そこと104条の4と、あともう1つは一時不再理。大体これ、この3つ。この3つ以外出てこないんですよ。あと、侵害系で一部ね、143以外に何かできますかって言ったら、無効審判請求しますってぐらいしかないんですよ、見ると。もう決まってるパターンってね、有限の問題つく、有限の問題有限なんで、それ以上出ないんですよ、実は。で、それ以上やっても仕方がないのね。で、そこを自分の言葉で全部言えるようになればいいんですよ。で、これを繰り返してもらいたいのね。で、ちょうど今、取ってる、それを取ってるんで、まさにそれ言いたかったんですよ。やればそれはできますと。もう見えるのね、見たしまった瞬間。そして次何やるかというと、これが終わりましたと。終わって、できれば次、定義趣旨は完璧に覚えるんです。これ出てしまったらもう解けないじゃないですか、知らなかったら。定義趣旨って、論文だったら定義趣旨ですね。これは完璧に覚えますよね、覚える。まず論文論点を潰す。で、潰すといっても、それは問題文見て、何がその産業上利用性としては何を聞いてるかなって、まず全部潰すんです、一つ一つ潰す。で、そして、次やることが何かというと、さっき言ったように、定義趣旨は暗記します。確実に。これはベテラン受験生は一番得意なところのはずなんです。明確に差がつきます。新規受験生と比べたら明確に差がつくところなんですよ。これはやる。で、一グレジメってあるじゃないですか。知ってます？レックだと、論文テキストと言ってるやつ。あれ、下はいらないから上だけ覚えるんです。下は担当さえ受かってれば要件効果できるはずなんです。僕、それも気づいたの。自分が分かったとき。昔はね、あれ全部覚えたもんなんですよ。総論、定義の趣旨ね。で、各論、要件効果、例外原則。でも、その例外原則とか要件効果って、担当そのぐらい立ってるんだったら全部頭に入ってるはずなんですよ。いらない、それは。正直言って。いらない。単なる確認なの。でも、趣旨と定義を覚えないと書けないんですよ、そこは。これやる。二つ目。あと三つ目。で、三つ目は何かというと、まず、速読する練習ですね。今の問題長いので、何分で解けますかね、特に特許。これ練習さえすれば1問だったら5、6分でできますよ、パッと。解けます。その訓練をするんです。あれ、見どころがあるんで、見るところってあるんです。これさえ見て、ここだけ見れば解けますから、実はあります。5、6分です。回答まで。これを繰り返すんです。
これは訓練で何とかなります。本当は指導者がいて教えればいいんですよ。こうやって読むんだと、読み方があります。で実際に僕読んでるんで、5、6分で。で、大体こういう結論でありますという結論があるんですよ。見方です。聞いてるパターン決まってるんで、特に最近になればなるほど複雑なんだけど、明確に言ってます。これを書けっていうところが分かるんですね。で、それが終わりましたと。これ繰り返してもらいたいんですね。終わったと。そして、論文書くんだよね。で、皆さん、どういう論文書きたいんでしょうかね。びっちり書きたいの？この昨日もそれの話が出たんですね。びっちり書くんですかと。じゃ違うと。そんなに書けないと。実際上は。あれは、いわゆる、講師がこんな風に書くんだよってことを見せるための、まあ、ものね。プレゼンの一種ですよ。あれって。実際上書けない。あんな量は。書けない。レックのやつだと、答案構成例ってあるじゃないですか。あれ。あれが浮かんで書けるようになれば、多分50点はいくんですよ。間違いなくいきますよ。50点。50点。そこになおと言ってちょっと書くんです。なお。なおの達人になれと僕言われましたけどね。自分の先生から。なおの達人になれと。なお。一言付け加えるんです。なおと言って。ちょっと。そこだけで多分50点はいくはずですよ。他の人が落ちればもっといくので、受かるはずなんですよ。これを繰り返すんですよ。繰り返す。で、そうすれば多分、いきますよ。担当ずっと年内中ずっとやっていて、12月くらいからやれば、いけますよ。で、通れば何のためにやるかというと、時間配分のためだけにやるんです。知識の吸収ではないです。時間配分のためにやるんです。特に今、直前通れんであれば時間配分です。1日かけて、通話練習ってやるじゃないですか。めちゃくちゃ疲れるんだよね、本試験って。まあ、今、1日ですよね。昔は2日ないしは3日とか4日やってましたよ。で、どう時間で使っていくのかっていうのが、これあるわけですよ。ね、で、問題についてはどう解いていて、何時間ぐらい構成をかけていってやるとかってあるじゃないですか。ね、そこで時間って使ってみるのね。で、知識をそこで得るんじゃなくって、時間配分なわけですよ。で、本試験はその答案構成例、ブレックの、あれが大体上がっていて、なおが上がっていれば多分受かりますよ。今の試験で受かります。間違いなくこれ受かると思うのね。で、それができるようにまず繰り返すんですよ。で、それをやれば多分受かると思うんですけどね。うん、で、僕、この下にも書いたと思うんですけど、この3つの要素が必要ですと。今、具体的に勉強し方を言ったと思うんですよ。いつもこれ言ってるものなんですけどね。担当式試験が終わって、論文書いたことがないとして、いつも言うのはそれなんですよ。そのことを繰り返せと。一月間。で、一月間でできることはそれしかないので、やれば受かる可能性はあるんですよ。50% ぐらい。受かる可能性あります。50% ですよ。論文でも受かる可能性あると。いうことね。で、できれば、知識力っていうところで、ここに書いたね、一つ目、条文の幅を知ろうって言ってるんです。幅。ある一つの言葉を見たら、そこから何パターンも想定できないといけないって今日言いました。幅を知ろうというところです。あと2番目、場面想定を知ろうってことです。この条文ってどういう時に使うのかっていうのを具体的にでき言えないとダメなんですよ。何に抽象的に覚えてるだけでも使えないので多分解けないんですよ。これこういうことになっているのでこうですっていうのができないとダメなんですよ。場面想定。あと、体系で回答するって書いてあるんだけど、体系ですね。まあ、これいろんな体系があるので、一般法との比較とかね、僕そこから解いていたりするので、まあ、その体系もし分かればいいと思うんですね。うん、あと、何度も繰り返すことが必要ですと書いてある通りなんですね。繰り返し欲しいです。まあ、年間、できれば10年分、30回ですかね。量だけやったらいいってわけじゃないでしょ、もちろん。量をやることによって瞬発的にできるようになって、そして何だろうな、勘どころが分かるようになります。担当式試験って。もう見た瞬間分かります。で、これができれば、多分論文でここだけ見たら解けるっていうのがあるんですよ。あるの、そこは。言わないだけですけどね。まあ、講義のことになっちゃうから言わないけど、ここだけ見たら解けるっていうのがあるんですよ。あるの、本当に。回答は出てるのもそこに。そこだけ見たらもう大体これを聞いてることは分かるんですよ。で、そこからまた解けばいいってことになっていまして、解き方って。ね、英文読解とか原告に似てますよ。すごく似てる。今の試験って。解けるんです。形で解けちゃうんです。で、論書はいらないので、難しい小難しい論書は必要ではありません。必要ではない。本当に簡単に書けば足りるというのが今の試験ですよね。で、そして、解釈力と言ってるんだけど、これもその通りですね。解釈力。あと、適応力なんですけども、適応力ね。で、ここに書いたと思うんですけど、まあ、これはあまり言っちゃ怒られちゃうのかな。本試験と答例の違いってやっぱあるんですよ。ここ。僕もありました。
レックではもちろんなかったんですけど、当時なんでね、ないんですけど、東連でだとめちゃくちゃ点数が悪かった時やのね、一番最後の年ですよ、受かった年ね、僕担当で確かね50点満点に40ほど6とか取ったんですよ、6とか7とか忘れましたけど、そのぐらい取ったのね。でも東連で受けたら23点だったんですね。って思ったのね。傾向が違うんですよ、全く傾向が違う。だけどビビるでしょ、あと2週間で担当の本試験なのに20数点ですと言ったら、今年ダメじゃないと思いますよね。昨年度受かっていて今年ダメじゃないと思ったわけですよ。でも実際上全然違うのね。で、論文はもっともっと素直です。本試験って素直になってるんで、それをいじくってるんですよ、予備校の当然問題って。いい割合はこれ別です。それでも解けないといけないのでそうなってるんでしょうけど、ただ本試験の問題ってすごい極めて素直、両問ばっかしなのね、解けるはずなんですよ、ちゃんとやれば。で、あと、本試験の当然の違いですね。あと通常ちょっと違うように書いてあるのね。ちょっとその違い分かるかっていうところでしょうね。ちょっと違う、ただあまり深みにはまってしまうと失敗するので、通常通り書いたら受かるでしょうね、今の試験でね、受かると思います、ここね。で、どうすれば受かるかって、これはもう自分の講座の宣伝になっちゃうから、これは飛ばしたいと思ってるんですよ。まあ1年目だったらこういう講座を取っていただけませんかっていうだけなので、見ておけばいいと思うんですよ。僕皆さん講座の中でインとアウトをどっちを重視をしているんでしょうね。インとアウトね、もちろん講座だからイン、まあ、これも必要だと思うんですけど、1年目の講座で多分全部喋ってると思うんですよ、中身としては。これ完璧にやれば多分知識は十分はずなんですよ。で、じゃあ論文の方ですね。論文については僕、論文じゃ2年目の講座を持っていないので、今まで、で、論基礎っていうところでちょっとだけやってるだけなんですよ。で、今年は結構ね、この中では結構やることになっているんで、何をしようかなと思ったのね。で、僕は問題の読解をやろうと思ってるんです。読解、こう読むんだってさっき言ったやつです。読み方があります。あとパターンってあるわけですよ、出るところでも決まってるのね、特に論文なので。で、読み方、特に読み方がわからないと解けないんですよ。もう同じようにもし読めるんであるならば、おそらく小問括弧1だったら5、6分で全部答えが出ます。パッて見て、少なくとも回答例程度は出るはずなんですよ。その読み方をちょっとやろうかなと思ってまして、読み方を教えるってことはやりたいんですよ。書き方はまあ、あれ答案構成例にあと名をってちょっとつければいいのね。で、本試験独特のところってここですっていうのを話そうと思ってるんですよ。やっぱちょっと違うので、本試験って独特、やっぱさすがにいい一流の先生が考えてるんで違うんですよ。ああ違うなってなるのね。これを気づかなかったのかなっていうのは実はあるんですよ。そこ書かなくて向かっちゃってるんですけど、本当は気づいてもらいたかったんだよなっていうのは実はありますね。見るとなるほどねっていうのはあるわけですよ。止まって考えるとあるんだけど、ただそれはまあ実際の試験に合否に影響するかというと関係ないのかもしれないので、まあ追加点でっていうだけですね。それは少し喋りたいと思ってるんです、講座の中でね。で、そして、これもその講座の宣伝になっちゃうのであれなんですけども、僕いつも講座終わってから、今日はちょっとやらなかったですけど、 YouTube のゼミってやってるんですね。で、昨日たまたまいろんな方からお電話いただいて、学校の授業みたいな面白いっていうのを評価いただきましたね。いろいろ当てていってこう設問するってことをやってるんですね。それを見ていただいて、自分どのくらいできるかなって見てもらいたいんですよ。本来から言ったら受講生だったら来てもらいたいですね。来てもらってどのくらい解けるかと。で、周りを見てもらいたいんですよ。で、僕1問から10問ぐらい聞いていくので、そこから解けるようになれば絶対受かります。で、外れたことがないんで、この答えの方は受かると言ったら外れたことがないので、まず受かります。担当だったら受かるとか、論文でも君は受かると言ったら僕外れたことがないんですよ。そこは流れの経験ですよね。このくらい解いたら多分受かるだろうと、このように外れたことがないので、ぜひね、そういうのをやってもらいたいということですね。で、もしこれ自分でできるならいいんですよ。講師含めて自分でできるんだったら一番いいと思うんですよ。応答するようなゼミっていうのかな、講座ですよね。聞きながらいろんなことを聞いていって、なぜそうなるのかなって、これ全部言えるってことです、一つ一つね。で、僕これでガッと上がりましたからね、点数が。担当も論文もです。で、できればそれをね、そのまま伝えたいと思ってるんですね。で、担当式試験はもう何点でもいいんですよ、受かればね。受かればいいけど、できれば48ぐらい取ってもらいたいんですよ。8ぐらい。
48ぐらい取れば多分なんだろう、読めるはずなんですよ、論文って。もう見た瞬間解けるのね。パッと解いてもらいたいっていうのがあるわけです。まあ、それをやりたいっていうのはもう僕の講座の趣旨になるんですけども、あと一番最後に書いたのがあるのかな。ここですかね。僕これ書いたけど、担当式試験になぜなかなか合格できないんですかということですね。これは一つは僕条文の素読っていうところですね。これ素読の意味を間違えてると思うんですよ。素読これ最後の最後の勉強になるので、あの思考の勉強法って昔から言われてました。これってできないのこれ無理なんですよ、素読って。だけど相当できる方からやるんですね、素読って、で適当に読んで暗記だけだったらあまり意味がないっていう勉強の仕方になるので、これは時期によります、素読って。あとアウフォンですよね。これ改正書ではないのであまり試験に影響しないことも結構書いてあります、そこって。だから勘どころだけ勉強するってことをやらないとこれ失敗するんですね、アウフォンって。であと本試験問題、本試験問題はこれはちゃんとやってもらいたいですね。本試験問題担当も論文もです。で問題解くんですけど、条文は最後の確認だって書いてある通りです。確認するために使ってください、確認です。あとなんだろうな、入門講座で喋ったところって大体論点って僕100ぐらいしか多分ないと思ってるんですよ。全部特区実異章含めて100ぐらい、100も多分ないですよ。これ全て言えるかっていうところね、もうこれもいつも聞いてるんですけど、言えるかっていうところ、これがもし言えるようになれば多分パッと気づきますよ、あこれ聞いたっていうのがね。それ絶対持ってもらいたいっていうのはありますね。そしてまあなぜから考えることを学ぶんだってことですけど、必ずなぜなぜってこれ考えてもらいたいと思っています。なぜそうなるんだっていうところです、ね、あの過去問にそう書いてあるからとか条文に書いてあるからってあまり理屈にはならないのね。間違いではないけど、一番簡単な学習の仕方になるけど、それはお家で自分でやればいいと思うんですよ。講義はそれではいけないと思ってるの、講義って。だって条文に書いてあるからでしょって言ったら、別に僕に聞く必要性全くないじゃないですか、そこって、ね、そこはあまり提供したくないんですよ。講義の内容とか、なしは応答についてもそうなのね。そうではないことを聞きたいわけですよ。なしは勉強したい。じゃないと、多分、いい点取れないんですよね。担当も論文も。これをやっていきたいっていうのが、今年の、テーマっていうか、2年目はこれをやるんでしょうね。おそらくね。で、ここに来てる方、いろんな方がいらっしゃって、一番多いのは多分担当がうまくいかなかったっていう方だと思うんですよ。で、僕も、さっき言ったけど、僕は4年目で開眼ですからね。そこまで全くダメなんですよ、択一試験って。同じですよ、そういった意味ではね。だけど受かって教えてるわけでしょ。今年も5年になりますからね、教えて。でなんか巷なんですよ、僕担当は得意だって言われてるらしいんだけど、僕は担当は苦手でしたよ、昔は。苦手。論文はすごくできました。もう書けたのね、何も見なくても書けたんですよ、論文は。でもそれは別に言ってもしょうがないことなんで、担当はすごく苦労した口なんです。すぐ受かったわけではないので、できれば同じようなことをやると、おそらく何だろう、今だったら60点満点で48ぐらいいくと思うんですよ。でぜひ行ってもらいたいのね、48で。壁があることは皆さんご存知ね。まず35点ぐらいまでなんとか行くんですよ、勉強すれば。35点、その後の39ってこれ4点、そこは行かないんですよ、なかなか。で39からまた42、これまた壁があるんですよ、行かないので。42から48とか50、これめちゃくちゃ大変なのね、取るのって大変。そこまでもし行くんだったら、論文は多分絶対通過しますよ、間違いない。今の試験そういう試験なので、担当の瞬発力ですね、いかに早く解けるかっていうだけです、今の論文式って。でお家に帰ってさ、解けなかったってことはないでしょ、担当も論文も。おそらく特に論文式試験ね、見てこの問題こうでしたって、あと公表聞いたら分かるじゃないですか、ね、でそれがないのね、普通はね、今の試験って。ということは瞬発力がないんですよ、その瞬間解けるっていう。時間かかるのね。時間かかったら多分解けるはずなんですよ。3時間ぐらいかかって表を書いて、こうやって時系列書けば解けるんですけど、それではダメなのね、本番の試験って。できれば20分ぐらいで全部回答を上げて一気に書くというのを書けないと受からないんですよ、今の試験ってね。それはもうご存知だと思います、その時間との関係ですね、あとできれば担当式試験ね、最後になってからまとめてやっても絶対ダメですんで、そういう方結構いらっしゃるのね。直近になってやる、受からないですよ、そんなの。2ヶ月ぐらいやったって、そんなに甘い試験ではないのね、今の担当式試験って。できればさっき言ったように毎日毎日20問解くんです。英単じゃ20問解くんです、20問です。1時間で解いてください。で繰り返します。
で、これ繰り返して毎日やると、多分30回ぐらい繰り返したことになりますよ。僕はやってました。それを繰り返しやってました。あとは、講義の速聴僕はやってましたね。速聴。毎回毎回ね。疲れるじゃないですか。自分で勉強するのって。で、空いてる時間全部速聴ですね。今も同じように勉強してます。同じように速聴してます。他の勉強ですけどね、速聴してます。で、早く頭って回転できるようになるのね、速聴することによって。3時間がだいたい1.5時間。これ繰り返して僕は聞いてましたね。空いてる時間全てやってました。全て勉強に注いでましたからね、5年間。もちろんテレビを見たこともありません、5年間。ないです。で、そうじゃなかったらこれ無理なんで、当時社会人で勉強しました。社会人で働いていてやってたんで、受かるわけないですよ。そうじゃなかったら。そのくらいやってみてください。で、1年間、そうだな。去年の2倍から3倍やったと思ったら受かりますよ。まあ今年というのかな。今年の2倍から3倍やったと言ったら、多分48から50いきますよ。単刀直入試験。で、そのくらいいけば間違いなく論文っていくので、ぜひやってもらいたいかなと思います。ね、まあ、20問ね、毎日毎日繰り返してください。脳トレですから、あくまで勉強ではないです。それは脳トレです。その後、さっき言った論文の勉強をしてもらいたいのね、やるのって。定義を覚える。あと問題の論点全部覚える。解くね。で、自分の言葉で言える。で、言えるかどうかって本当は聞きたいぐらいです。言えるんだったら一番いいんですけど、これは言えるかっていうところね、簡単に言えとか、ちょっと変わったところについてこれはどうなるか言えっていうところね、まあ、それを全部潰して、かつあとは問題どこかで早くできるかっていうところを鍛えるんです。そして回答は、回答例を書くんです。簡単に書くと。で、そこに直って一言書ければ多分受かりますよ、試験って。そんなもんなので、今の試験って、まあ、それを目指してしっかりとぜひやっていただきたいと思います。ね、まあね、今年はもしかしたら悪かったのかもしれませんけど、受かったら終わりだ、受かったら終わりじゃん、受かったら同じなので、同じですよ。だって言わないもん、平成9年に受かった時に何年かかりましたかって。言わないもん、最初だけですよ、1回で受かったなんて。まあ、当時はいなかったけど、2年っていう人はいたのね、受かったと。でも別にその後は言わないもんね。僕、普通だったから、5、6年って、当時ね。長い方はかなり逆にリスペクト僕はされてましたよ、逆に。まあ、そんな形なので、何年残るか同じですよ、ね。ただ受かんないと悔いが残るんでね、辞めるかどうかっていうのは、これはご自分で決めなかったらいけないことなんだけど、辞めてしまった後って絶対悔いが残りますよ。何も言うとなんだけど、自分の経験から言ってもそうなんですよ。またやろうかなって絶対なるのね。そうならないように受かってもらいたいんです、ぜひね。で、ぜひそうなっていただきたいなと思っております。まあ、そんなことなので、もし個別に話聞きたい方は、ぜひこの後ね、残っていただければと思います。じゃあ全体この辺で終わりたいと思います。お疲れ様でした。